皆さんこんにちは、今日のおはくらはいかがだったでしょうか。今日のですね、番組の冒頭はですね、私の誕生日が近いということで、さえちゃんがですね、ハッピーバースデートゥーをね、歌ってくれましたね。その歌声を聞きながらですね、あ、ふとそういえばこの曲はですね、ちょっと面白い話があるなということを思い出しまして、今日は動画はですね、このハッピーバースデートゥーについてお話をしたいと思います。この曲はですね、今誕生日の定番になってますけども、もともとはですね、朝の、まあご挨拶の歌として、昼姉妹が作りました。詩もですね、グッドモーニングトゥーユーというふうにですね、ハッピーバースデーがグッドモーニングに変わるだけということです。音符もですね、非常にシンプルです。4分の3拍子で書かれていてですね、でここにフェルマーターといってですね、伸ばしますよという印がついていますけども、原曲にはありません。ですから原曲は淡々といきます。ちょっと歌ってみますね。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Mercy, Happy birthday to you というのが原曲です。ここのね、 Happy birthday dear Mercyハッピーバースデートゥーユーっていうのはもうここ伸ばすのがもう定番になってますよね。これもですね、長い間この曲が愛されてですね、ここで、名前を言ったところで強調するということで、もうこれはもうね、ここを伸ばさないところはほとんどないと思いますけども、原曲がないということはちょっと覚えておいてください。さあ、この昼姉妹、グッドモーニングトゥーオールという曲を作って、替え歌としてハッピーバースデートゥーユーというふうに歌ったら、すごく人気が出たということですけども、さあ人気が出ますとですね、いろんな権利問題が出てきます。昼姉妹はですね、サミー音楽出版社というところにこの曲の、まあ、管理を任せます、ね、著作権とか出版した時のですね、まあ使用料みたいなのをですね、管理してもらうことなんですね。さあずっと順調にいたんですけども、サミーというこの出版社がですね、ちょっと経営が苦しくなってきてですね、大手のワーナー社というところに吸収されてしまいます。ということは、このハッピーバースデートゥーユーの、管理するのもこのワーナー社ということになるんですね。で、著作権というのはですね、作った方に一番の、まあ、権利があります。で、大体作者が亡くなった後50年間は保証されるというのが多いんですよね。まあ、国によって一つずつ違うんですけども、だいたい50年ぐらい保証されるということが一般的です。で、このヒル姉妹のお姉さんが先に亡くなって、妹が1946年に亡くなります。そしてですね、その後50年ということで1996年までですね、この曲はまあ著作権があるんですけども、そのワーナーはですね、まあ、もちろん作った人の権利以外に会社の権利としてこの曲を登録してですね、権利を守ってですね、まあ、いろんなところで使われた時に著作権を徴収していました、ね。そしてですね、ある小さいちょっと映画会社がですね、この曲を使ってですね、作品を作ります。さあ映画ができたぞと思った時にですね、ワーナー社はこの会社に、はい、この曲の使用料を払ってくださいということで請求書を出します。この映画会社はですね、もうこの曲はですね、もう著作権なんかなくて、まあ亡くなった姉妹もね、もう50年経ってますから、もうこれはもう一般ね、もうみんなの財産だということで、こんなのにお金を払えないということで裁判を起こします。で、この会社だけではなくて、今までにこの曲を使ってワーナーにお金を払ったところもですね、声をかけてですね、なんとかまあ代表としてね、勝ったら、ワーナーからみんなこの今までのも返してもらおうということで裁判を起こすんですけども、ワーナーはですね、裁判を起こされたと途端にですね、なんとですね、戦わずしてですね、この会社にですね、和解金を示します。1400万ドルでなんとか、取り下げてくれと、ね、和解してくれと。そしてこの権利ももう全部放棄すると、あのこれはもう一般、ね、全人類のための財産にしようということをね、言うわけですね。で、映画会社も、あ、それならということで、これはもう裁判は、終わってしまいます。さあ、どうしてワーナーはですね、そんな、戦わずして1400万ドルという大金をですね、払ったかと言いますと、1998年からですね、2015年、
ですね、2015年までの間なんですけども、その間のですね、にこの曲で5000万ドルぐらい、稼いでるわけです。ですね、その5000万ドル稼いだ部分、この後裁判に負けてしまえばどんどん訴訟を起こされて、どんどん、取られていくというのを心配してですね、なんとか1500万ドルで手を打って、このもうハッピーバースデートゥーユーの権利はこれでもう、終わりにしようということで、自らですね、お金を払ってもうこれ以上もう深入りしないということで宣言して、なんと3600万ドル以上、儲けたところで手を打ったというのが真相になっていますね。というのですね、今ですね、YouTube なのでいろんな、著作物が上がってますけども、本当はこういった、権利ものっていうのは非常に複雑ですので、一度皆さんも著作権について調べてみると面白いと思います。